モリ。こんばんは。セナ、メドリーを知らないか？おかしいな。せっかく驚かせてやろうと花を摘んできてやったのにさ。きっとすぐに会える。ルン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 。はい、というわけで皆さん、いよいよトライフォースなるトライフォースを集めなくてはなりません。そう、集める道中で1000ルピー弱ぐらいお金がかかるので、ここでバイトしようと思います。竜の島で。おや、見かけない子だね。あれ、もしかしてアルバイト募集のポスター見て来てくれたの？はい。じゃあ採用するかどうか簡単なテストをするから、これ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 、ハンコと同じデザインの棚にその手紙を投げ入れてくれればいいんだよ。おー、簡単だ。やろうぜ。最低10枚は仕分けてね。よろしく。反射神経バリバリ。いよいよ、上斜め移動気をつけてね。はい、シンクル、ツボが遠い。ラッキークエスチョン。はい、あ、音が不安をかきたてる。ここ間違えるな、間違えるな。落ち着いていけ、落ち着いていけ。いいぞいいぞいいぞ、いいんだよいいんだよ、すごくいいんだよ。よしです。ピュッピュ。25。どう、25目か、すごいね。合格。じゃあバイト料は2枚につき、あ、安っ。バイト料弾む。ちょっと安かったな。正式に正社員として潜り込もう。もう一回やらせてちょうだい。20枚以上仕分けてくれたらバイト料。もう完璧、よろしく。おっと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 。おい。おい。おい。にゃー、間違えた、ピッ。20枚は、大丈夫、大丈夫、大丈夫。落ち着いていけば何のそのだ。連続してくれると非常にありがたい。が、ちょっと今回複雑回帰。でもそんなに、ルン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 、来た、連続。うん。ちょっとここで結構稼げたな。あ、上、右、うん、うん、同じ同じ25枚。ここは限界値かな。25ルピーか。もう一回、あ、もっとリバ、よし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 。頼もう。3度目の挑戦だい。夏休みだからお金がいるんだい。25枚以上。間違えれないね。連続。ヤシの木、葉っぱの闇ゴールド、レッドサルダー、ゴールドエクスペリエンス、イエローモンキー、赤色。あ、しまった。これちょっとやばいんじゃないか。敵はそんなに良くないよ。あーくそ。もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ。焦った。23か。ちょっと、もう一回だけやらして。もう一回だけやらして。もう一回だけやらして。25は絶対いけるんだ。ちょ、やばい。手汗やばい。もう始まるの？始まるの？始まったの？レッドサルダー。レッドサルダー。いいよ。もうずっと赤色だけに掘り込ませる機械。滑ったよ。汗で滑る。これが良くないね。ちょっとこのハンデ、手汗かく人に対しての特別手当を消耗したい。非常にこれは苦しい、苦しい。ふざけんなマジで。おいおいおい、もうダメだ、もうダメだ。落ち着け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 。一回焦れば焦るほどダメだな。18枚。あー、20枚以上か。そっか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 。よし、頑張ろう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 。レッドサルダー、レッドサルダー、いいね。ちょ、今方向キーでやってます。さっきまではアナログパッド、今アナログパッドでのミスが出た。目立つよ。ちゃんと入力していこうぜ。赤、赤、赤。横着をせず、斜め移動せず、着実に仕分けていきたい。オッケーオッケー、赤、赤。瓶が遠いのよ。斜め移動も、やめてやめてちょうだい。赤。ツボ。ツボ。ツボ。よし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 、27枚。結構これ限界だよ。27枚だよ。すごい運動神経してるね。どう、どうでした？これバイト料上げなくちゃね。3ルピー。81ルピー。ありがとう、ありがとう。セナっていう名前じゃないかい？うん、そうだよ。そうだろ？いや、親方様が言っていた子に似ているなと思って。それじゃあこれぐらいのことできるはずだよ。聞いてるよ。明け方にこんばんは。
ここは船レース場というところで、ここでもお金が稼げるミニゲームができます。おとと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 あれ、ここはもしかしてあれかい、例のあれかい、例のあれかい、フックショットを持ってないと上陸できないってわけでもなさそうだな。あそこにね、ロングヘアの後ろ縛りのおじさんがいたと思うんですが、彼に連絡すると、ほら、いた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 、ワンピースで出てきそうな刀身だ。本当にいそうだ。よう若いのにいい船持ってるじゃねえか。世界観もだ。どうだい若いの、30ルピーで遊んでいかないか。どうする、しよう。これね、ルールを聞くまでもなく、船で樽になんかくくりつけられてあるルピーをしこたま取っていけばいい。それだけだ。それだけだ。船はね、これ、こうして、これ全部取っていこうぜ。全部ね。ここで海賊の方は出せないか。てか出してもダメだな。緩やかな速度ぐらいでちょうどいい。いいぞ。ジャンプ気をつけてください。ほら、バウンドできるんですが、あれ、ぶつかってしまうと、非常に減点。男の減点。別にぶつかったって大丈夫なんですが、男が去るのだ。よしよしよし、この波の上下感、気にしてください。いいよ、いいよ、すごくいいよ。今すごくいいよ。調子が良すぎる。ダブルで取りたいが、あれしょうがないもん。だってこの図体では、お、爆発するんですって。大丈夫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 ジャンプするところを見極めるのさ。二段ジャンプだと。よっしゃあ。今何ルピー？110。で、そろそろボーナストラック、ほら見て。赤い1ルピーが光っているぞ。30ルピーで100ルピー以上も一回稼げてしまうという、お得極まりない。これ緑の大きいルピーってなんか世が世なら100ルピー以上の価値があるらしいが。1ルビーです。ルビーゲット149。いいですね。よし、2回目にして全部取れた。150ルビー、パーフェクト。ああ、そこだ。いました、いました。ここにね、大欲となるイカスミ焼きパスタが現れると、このイカメ、イカメシ、イカメ弓でほふってくれる。これはあれですね、確実に仕留めたいなら、ブーメランですね。後ろレベソ、しかし当てるね。おい、弓矢だと2発で沈むな。 OKOK、 ゆっくり待ちましょう。じゅんぐりむんぐりね、あと1つらしいぜ。ほら、おいしそうな月見色だ。終わり。おお、おぼろ月。さあ、このイカ、なんとね、女神をその腹綿の中にしまい込んでいたというフラチモノ。あまりにフラチ。出た、妖精さん。うわー、月に生えてるな。雨びしゃびしゃ。風を操る若者よ、あなたのおかげで私は魔物から解き放たれました。俺に私の力を少しだけお分けしましょう。風吹きすさべ、久しぶりですね。桃色吐息。さあ、なんと駒だれ、魔法力が上がりました。ほら、これ左上見て、もうハートより長くなっちゃって。あなたの行く手にいつも良い風が吹くことを祈っています。いつも夜だな。さあ、ここは飛行矢倉城といいまして、バードマンコンテストありますよね。なんか、ブレワエ思い出した。バードマンコンテスト、そうなんです。僕たち羽を持ってますんで、なんとチャレンジできるんですよ。リト族以外でも。竜の島がすぐ後ろに控えてますからね。おっちゃん、
はい、大空へ挑戦しに来たそこの君、糸族主催バードマンコンテストの受付はこちらですよ。方法道具何を使ってどう飛ぶか、全て参加するあなたの自由。海に落ちるまでにどれだけ飛べるか、ただそれだけのシンプルなルールです。これまで最も長い距離を飛んだ伝説のチャンピオンが到達した場所に目印の旗が立ててありますので、その旗を越えた時、あなたが新しいチャンピオンなのです。参加料たったの10ルピー。よし、やってみよう。オッケー、来た。お、挑戦者の方ですね。遥か正面に旗が見えてますでしょう。偉大なチャンピオンの出した最高記録はあの旗を変えるのです。ここか、こっから飛ぶんだな。よし、まずは羽を装備し、操るんだよ風を。チャンピオンもきっとできたんだろう、風を操ることが。卑怯とは言うまいね。北西の風。よし、ではバードマンコンテスト、レディーゴー。この竜巻は多分巻き上げてくれるんじゃないかな。うん、間違いない。この竜巻に、あ、結構動くねお前。もうやばいよ、もうやばいよ。そうで、魔力めちゃくちゃいります。道草食ってると、いや別に食う場所はないんですが、特に。それはもうね、魔力がなくなってしまうんじゃないでしょうか。ここで絡めっと、デズブザムちゃん。旗ギリギリやね、旗ギリギリやね。そこまで。残念っぽい音楽流れてるわ。今だけど240m、240m でした。240m ですって。いいセンスしてますね。もう私から言うことありません。魔力全突き、やってやるぜ。ここで一風、今ちょっと一風、おちょぼ風で、まっすぐ基本的に飛ぼう。まっすぐね、飛行距離を稼ぎたいが、ここで、ね、拾ってもらうことがまず重要。先決で、もうあとは正直飛べばいいんじゃないかな。もう小細工 なしでさ、もう台風に運んでもらう必要だってないわけだ。僕たちだって飛んでいるのだから、もう飛んでいるんだよ。行くよ、行くよ。ブッキングしるー、ブッキングしるー。これは厳しいが、いや、波の満ち引き。ああ、波が近い。よし、どう、ゴール超えたでしょ。いったんじゃない。ペンゴール、おめでとうございます。やった、やったっぽいよ。ただいまの記録はなんと 258m。 いやー、素晴らしい。というわけで、君は見事に兄貴の最高記録を塗り替えました。あなたなら立派なリト族になれます。保証します。とも2階の元チャンピオンもそう言ってます。それではバードマンコンテスト新チャンピオンとして商品を受け取っていただきましょう。コマだれー、ハートのかけら。やった、あと1つだ。また飛びたくなった時にはいつでも来てくださいよ。魔力回復してほしい。えらいもんでずっと夜なんですが、さあ目の前にそびえ立ち島は鉄の島と言いまして、ここに何やら秘密のお宝が隠されているみたい。こう周り見てください、非常に頑丈。ん？あれ鳥がいんのかい、あれ上鳥も見張ってる様子ですね。で、玄関があるんですよ。玄関にいるね。いるから僕たちも迎え撃とう。おお、なんだ、 3D 爆弾。落とす。落ちろよ。落ちた。で、スカブ、いた。すかさず行かなきゃ。なんかルビーが飛んできたぞ今。虹の架け橋。来た。ほら、守りが厳重だったもんで。トライフォースの文様が、ハイラル王家の何がし。なんだここは。神聖なところみたいですよ。トライフォースが完全にならねばハイラルに戻ることはできん。そう、今は8つのトライフォースのかけらを集めることが先決だね。動画も中盤、目的開示。そういうことです。僕たちはトライフォースを8つ集め、ハイラルに戻らなければならないんですよ。
もう第一もぬけの殻子さん、ルーピーも結構あります。あ、見てチェック、ここは風を表す模様が描かれているということはだ。屋内で失礼。出た、いい宝箱だ。おまたれー、トライフォースのマップ。このままではわからないのでどこかで解読してもらおう。出ました、トライフォースのマップ。これね、アップ、この海のどこかにあと2つ眠っているみたいなので、早速次なる目的の場所へ。鉄の島よりお隣さん、そこなんか燃え盛ってる島がありますが、目の前見てください。また戦艦がいます、海賊がいます。あれ見て、なんか金の王冠かぶったいかつい戦艦いません？一人だけ。彼を倒すと何かが起こるみたい。よーし、一騎打ちといこうじゃないか。ズンズンズズズンズン、早っ。ブクブクブク、張り合い、ブワッ、張り合いがなさすぎるぜ。そうですね、サルベージしなければいけません。ここら辺かな、もうちょっと、お、来た、引っかかった、早っ早っ。深海1メートル、なんでしょう。おまだれ、トライフォースのマップでした。さあ、この海、広い海に残る2つ、ふふず1つ。お待たせしました、あ、やっと夜が明けたわ。ここにもう1つ、ほら見て、鉄門扉に閉められた。どうして？ここにね、あるんですよ、きっと。トライフォースのかけらが。いや、マップが。ただ、ちょっとほら、なんか鳥がいんのよ、あそこ。あの鳥をだね、弓で射抜く。ほう、当たらない。ああ、当たるね。あ、よしよし。行ったんじゃない？よし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 、あの高いのは無理よ。さあ、ここで何が役に立つのか。ひょいのみです。カモメさんが飛んでますからね。これもう1個しかないから、この一発で決め切りましょうね。もちろんあの鳥にバードアタックされると、バードストライクされると、オープン、バードストライクされるとですね、カモメ1コロです。ですので慎重に行きたいですね。ほら、うわ、奥にもいたやん。これは絶対絶命だ。うわあ。ちょ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 、待てよ、おつけ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 、同じ鳥じゃないか。ああ。食わしてやるぜ。鳥を刺激しないように。なんで？よし、よしよしよし。で、次3つ目、ここは鳥いませんから、なんかキャイって言ったよ今。ここいます。あー、来た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 、カモメだよ、同じ仲間。やっぱこれなんか何、翼が大事なんだな。あのこれくちばしではどうこうできません。来た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 、よし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 、頑張れ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 、オッケー、カモメよ戻れ、バーイ。開いた、潜りましょう。難しかった。ズルン。さあ、ここにもまた風の文様が、壺がね、なんかいいもん入ってるんでしょ。おー、ごまだれー、トライフォースのマップ。さあ、これで3つ揃いました。これね、解読しに行かなきゃならないんですが、解読してくれる場所とは。悪趣味な塔が立ってると思いません？